ラッセル・アイ・ラ・クローはニュージーランド出身の俳優。2000年公開のグラディエーターでアカデミー主演団優勝を受賞したニュージーランド・ウェリントン出身。ノルウェー、アイルランド、スコットランド、ウェールズの血を引く。両親が映画の撮影現場のケータリング業を営んでおり、4歳の時にオーストラリアに移住。6歳の時にドラマに出演するチャンスをつかみ、 何本かのオーストラリアのテレビに出演。14歳の時にニュージーランドに戻り、オークランドグラマースクールに進学するが中退。ロックバンドに参加し、シングルを出す。21歳の時に再びオーストラリアに移る。1990年にザ・クロッシングで本格的に映画デビュー。1995年にクイックデッドでハリウッドにも進出以来。 非常に多彩な役をこなせる俳優として注目された。また、ノーウェイ、バック闘争遊戯では、豊川悦司と共演した。1997年公開の LA コンフィデンシャルで熱血感の刑事を演じ、注目を集める。その2年後には、インサイダーで主演を務め、アカデミー主演団優勝にノミネートされる。その翌年の2000年に公開された、 グラディエーターでは剣闘士の身分に落ちたローマ帝国の将軍を演じアカデミー主演男優賞を受賞。さらに、その翌年公開のビューティフルマインドでゴールデングローブ賞主演男優賞を受賞し、3年連続でアカデミー賞にノミネートされた。オーストラリアのロックバンド30オットフットオブグランツのリードシンガー、ギターリストでもある。 1992年より活動しているバンドは、商業的に成功を収めたわけではないが、これまで3枚のアルバムを出している。ナショナルラグビーリーグのサウスシドニーラビッツのオーナーでも、ある。2001年8月に30オットフットオブグランツは、テキサス州知事リック・ペリーの娘を祝う、チャリティーコンサートを開催。クロート・ペリー知事は、アルバム、 バスタードライフ・オア・クラリティのレコーディングをきっかけに知り合ったという。また、同州オースティン氏の市長は、8月11日を30オットフット・オブ・グランツの日にすると宣言しており、さらに、黒をテキサス州の名誉市民にすることも宣言した。2010年4月12日には、ハリウッド・ウォーク・オブ・フェームを授与。2000年代は、グラディエーター、プロァンスの贈り物、アメリカン・ギャングスター、 ワールド・オブ・ライズ、ロビン・フッドと、リドリー・スコット監督作品への出演が多い。2012年2014年、ディバイナー戦火に光を求めてで、映画監督デビュー。日本では2016年2月27日に公開。アメリカで成功した俳優の一人でありながら、私生活では短期と、粗暴な振る舞いから問題が絶えないことで有名。映画、プルーフ・オブ・ライフで共演したメグライアンと。 不リン関係になり、ライアンの当時の夫、デニス・クエードからは、ラッセルは俳優として尊敬できるが、人間としてはクズだと激しく非難されている。ライアンは、デニス・クエードと2001年に離婚するが、苦労も、ライアンとの関係を同時期に解消している。2003年に、女優ダニエル・スペンサーと結婚するも、仕事によるアメリカの長期別居生活などの事情により2012年10月に、 離婚した。彼女との間に二人の息子がいる。2005年6月6日、滞在中のニューヨークマンハッタンのホテルで、オーストラリアの家族と国際電話での連絡がつかないことから従業員と口論の末、電話機を投げつけ、暴行容疑で逮捕された。彼のスポークスマンの弁によれば、電話機は壁にぶつけたもので、従業員を傷つけていないとのことである。 2006年9月に亡くなったスティーブ・アーウィンの親友であった。2010年5月、主演したロビンフットに関して、BBC ラジオ4の番組ジャーナリスト、マーク・ローソンが、ラッセル・フンするロビンフットを表して、休暇でよく、オーストラリアに行く、アイルランド人のようと発言。そして、あなたのロビンフットの口調には、かすかに、 アイルランドの鉛がありますが、どういう考えがあってのことですかと質問したところ、あんたの耳は死んでるんじゃないかあれがアイルランド鉛に聞こえたっていうなら、あんたの耳は相当おかしなことになってるよと鉛を強調したことから、田舎者呼ばわりされたと思い腹を立て一括。その後、ローソンが慌ててフォローするも怒りは収まらず、放送禁止用語を吐きながら、スタジオを出て行ってしまった。 2001年にビューティフルマインドのプロモーションで初来日し、その後2010年にロビンフット、2014年にノア約束の船のプロモーションで来日した。いとこにクリケット戦士マーティンクローがいる。ありがとうございます。